待っときなさい。おお、スレスレ狙うんだ。ご挨拶はないのかな。今なんか言うた？いい。おばちゃんに睨まれるよ。あ、久しぶり骨折型やな。はい、トイレ。はい、ぬるかんです。お、スキムミルク。よし、あら、ケンタロウ、お座りしたかな。お座りしたかな。はい、ちゃんとできたな。はい、よし、どうぞ。よしって言ってるよ、拗ねないね。よし。どういうこと？どういうことやの、その本体炉なあ。あ、あったかいからあかんのか。ぬるいやろ。ちょっと、はい、どうぞ。飲む。
んや。ゆり子ちゃんはどうなりました？力ないぞ。嬉しそうに彼女連れて、ね、いい調子で、あとお土産持ってったか。途中で食べたんちゃうの、もしかして。大根、オキアミ、釜揚げしらす、こんな結構なものないと思うよ。よし、負けもなくピーマン食べたわな。理由はないよ、おっちゃんも。なぜピーマンかっていう、なんとなく面白いっちゅうだけとちゃうか。それにかなり壁きついやろ、人間でもピーマンってなると。それを健太郎はちゃんとクリアしたっていうのは、これはまあ評価されていいんじゃないんですか。ポイントじゃないと思う、ポイントだと思うな。おばちゃんもピーマンどっちかっていうと苦手な方やね。ポイント上がると思うよ。一部オキアミだけ残すか。まあシラス食べて大根食べてオキアミちょっと残ってるよ。まあいいけどな。いちいち逃げんじゃねえって言ってるやろ。